この間の月曜から金曜までですね、ロンドンに行と言ってましてですね、本当にあの噂通りというかですね、まあ知ってる通りですね、ご飯は美味しくないですね。前あの僕はあの、正義の味方というその関西の番組でもう、イギリスに行けば中華料理食うしかないっていうのは旅行者がよく言ってるんですけども、その中華料理すらもですね、かなりまずいんですね。何がまずいかなと思ったんですけども、多分料理法とですね、料理法が間違ってるのと、あと、 こういう味にすべきっていう料理のビジョンが間違ってるのとです、ね、あと国民が間違ってるイギリス国民っていうのが食べるこということに関して何か間違ってると思う,ケーキっていうのがあってです、ね、これはあの「ハリー・ポッター」に出てくるんですけども蜂蜜みたいなムースのパイっていうかケーキみたいなものなんですよでそれがね結構ね探してて今回ちょっと食べたいもの一つあったんで最後の最後で見つけて最終日で見つけてです、ね、食べたらですねもう本当に ハチミツだけを使ったです。一口食べた瞬間に本当にねなんかもう吐き気がするぐらい甘いんですよで、いい加減にしろとまあシェーパーズパイもキドニーパイもですねよその国の食べ物基本的にうまいまずいって言うべきじゃないんですね口に合う口に合わないと言うべきであってですね世の中でまずいと言っていいものはタロイモだけだけ話なんですよサモア諸島の人たちはタロイモを主食として食べてるからあれもね なんかサモアの人にしては美味しいんだからまずいといっちゃいけないと思ってたんですけども何年か前にですねあの大食いコンテストでですねサモアの人たちと日本の大食いチャンピオンがですねタロイモを食うという競争やったんですねだから日本のチャンピオンがブち切りで勝ってですねでサモアの人に「なんでですかサモアの人タロイモ好きじゃないですか」って言ったら,あったらったあっ「あんなもん誰が食うか」って言ってた「あそうかじゃあタロイモは全世界まずいで OK だと」と同じようにで イギリス料理もですねかなりあのイギリス人もですねあんま美味しいって思ってなくてですねあのこれあの僕が聞いた話なんですけどもやっぱりイギリスのエリート階級が行くです、ね、ケンブリッジとかです、ね、あのオックスフォードとかの寄宿舎ではですね食い物にうまいとかまずいとか言っちゃいけないっていうですね教育をやってるものであまり食文化っていうのが開かないっていうふうに言われてるんですねで、まあ、あとはそのイギリスも本当に階級が上がれば上がるほど自宅で食べなくなってくるんでですねクラブラウンジっていうところ行くんですね上流階級ね クラブランチっていうのはケンブリッジクラブオックスフォードクラブっていう大学のクラブもあるしあとまあ銀行家ばっかりが入るクラブっていうのもあるんですけども「80日間世界一周」っていうです、ね、コナン・ドイルの小説を読んだら冒頭の方にです、ね、そのクラブの説明が出てきますからそれを見ていただけばわかるんですけども大体いい紳士階級が行く紳士階級っていうのもねまだこれ解説解説どんどん長くなるねもういいや喋らせてねとりあえず俺 <laughs> イギリスの飯の文句を言いたいから <laughs> レディースジェントルマンっていうじゃないですかこれあのイギリスから始まった ジェントルマンってのはジェントリー階級ということで、ジェントリー階級というのは何かっていうと、産業革命以降。 貴族が没落したとで。貴族が没落して、本当は貴族の皆さんみたいな語りかけをするはずが、貴族よりも商売やってる金持ちの方がお客さんとして多くなってしまったと。なので、そういう人たちのことをジェントリー階級と言ったと。ジェントリーというのは何かっていうと、土地を持ってない。土地っていうのは家っていう意味じゃないよ。商、えー、園を持ってないとか、自分の国を持ってないという人ね。だから、一昔前のイギリスっていうのは貴族と一般の人に分かれてて、貴族っていうのは土地を持ってるから、例えばウェールズ地方を持ってる人はウェールズ博とかさ、 ウェルズ公って言わわれるわけじゃん。そういう労働階級と王様階級とあと庶民みたいなのに分かれてたんだよねその庶民の中から商売してる人たちがどんどん上がってきてで銀行とかを運営するようになった銀行とかで働いてる人はやっぱり貴族からしたら庶民なんだよねだって働いてんだもん働かなきゃいけない人っていうのは本来こんなクラブに入ってきちゃいけないとかさあの本来この王様とかの前に出てきて謁見してはいけないっていう考え方があったんだけどもそんなことが言ってられないぐらい産業革命以降貴族階級が が没落していて、いっとかいいっっぱい持ってても農産物が取れるだけと、ところが庶民の方はガン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 工場とか増やしていって貴族階級をそれに対して投資とかするんだけどさ投資すれば必ずやっぱ外れる時もあるじゃん、まあ、それのおかげでロイズ保健機構っていうのができたんだけどもそういうわけで貴族の没落っていうのは基本的には避けることはできるけれどもだん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 没落する貴族が増えてきてでジェントリー階級っていうまあしょうがないから一般市民の中で働くような下賤なことをやってるやつでも貴族みたいな金持ちの やつはジェントリーっていう階級にしてしまえと、だからジェントリーのおっさんたちをジェントルマンというふうになったんだけども、そのジェントルマン。 の人たちが来るようなジェントリー階級。つまり銀行の頭取以上だよねあとなんだろう経営者以上経営者っていっても普通のちっちゃい会社の経営者ではなくて本当に大会社の経営者以上がジェントルマンなんだでそのジェントル階級とかが入ってるクラブっていうのが、まあ、ロンドンの各地にいっぱいあってそれれは部屋一一つつのククララブブももああば、ビルる。そこに行って80日間世界一周で書いてあるんだけども朝から夜までずっといるんだよジェントルマンっていうのはさ家にいないんだよね基本的に。朝から夜までずっとそのクラブ。 で朝ごはん食べて昼ごはん食べて,晩ご,食べて晩ごはん食べて帰るんだよねなので家庭料理っていうのがそれはなくて当たり前で <laughs> 家では奥さんやなんか子供たちがごはん食べてるかも分かんないんだけどもジェントルマンっていうのは家で基本的にあんまごなさか週になのかずっとそんなふうにクラブラウンジで過ごすわけではないんだけどもその80日間世界一周はその19世紀のイギリスの一番クラブサロンが盛んだった時代だったんでクラブラウンジが盛んだった時代だったので本当に朝から 夜までみんなそこにいてずーっとトランプやってインドにできたあの会社に投資しようかってみんなボソ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 話の書いてるんだけどさそんな流れがあるもんだからそのクラブの料理も珍しいインドの香辛料を使ったとかさそういう程度のものしかなくてもう本当に美味しいって話が出てこないんだねシャーロック・ホームズにもあんま美味しいご飯出てこないしさ80日間世界一周で80日間で世界一周しながらもほとんど飯の話が出てこないというですねとんでもない本んなんだけどもまあそんな国だからですね,ご飯は一応ですね,ね ネットで見てです、ねえー、イギリスで一番おいしいフィッシュチップスとかです、ね、ロンドンで一番おいしいです、ね、パイとか食いに行ったんだけどもまあ東京とか大阪の方がずっと条件的にはいいんじゃないのかなというふうに思いましたう,うーんとね最近ねプラタマンジェっていうローソンというかなドトールみたいなチェーン店が出てきてそのプラタマンジェが 一応、和食とかサンドイッチとかいろんなものをホットモットみたいな感じで置いてんだよね。でそれを持って帰って食べたらかなり美味しい。でも今ね旅行所見たら一番美味しいのはパン屋でパン買って肉屋でソーセージとかハム買ってホテルでサンドイッチ作って食べることだって書いてるぐらいだから <laughs> 今も料理はそんなもんです。うまいハハギギスス、を頼む。ハギス食べたよダメだよだ <laughs> まあ、俺の口に合わないってことだけかも分かんないねハギスってんぞハギスもう自分でネットで調べてくださいシンプソンズのですねウィリーがですね食っているですねスコットランド料理だったかな肝臓のパイじゃなかったっけ <laughs> フィッシュチップス食ってるフィッシュチップスってさその魚が超でかいんだよだから、まあ、きつい脂も悪いよねうんあとねイギリスでちょっとおもちゃ屋さんでねこういう紙飛行機 買ったんだけども、これはね、可愛いよね。だパッケージ可愛いから、棚に黄色いものを置くの好きだから、黄色いものとして買ってみただけです。こういう時に人前で話す時のポイントな。俺、昔の、今よりもずっとずっとバカな頃の俺だったら、名古屋の味噌みうどんはまずいとかって言ったと思うんだ。ポイントはダメっていうことね。ダメって言ったら僕にとってはダメっていう意味になって。 やっぱねそそっかしい人ね関東のうどんはまずいとかあとどこそこのご飯はまずいとかって言っちゃうんだけどまずいというと敵を増やすのでこういう時はできるだけダメというようにしましょうというのが有吉的な毒舌を言ってる風に見えて敵を作らないというですねネット防衛術みたいなもんです、ね、イギリス料理はダメだとか言うけどイギリス料理はまずいと思うよ。<laughs> <laughs> だってあれってさ林希っていうそのなんだイギリスのことがすごい好きなエッセイストですらイギリス料理はまあ大体まずいですけども時々おいしいものもありますっ、ね、て紹介してるしあとだってイギリス人めっちゃマクドナルド行くしさ <laughs> だからイギリスで中華料理流行った理由もやっぱイギリス料理のことあんまおいしいと思うおいし,しいというかね あれね、あの、面白いことに、その、イギリスの貴族にとっては、美味しい、まずいっていう、いうことを言うっていうのは、貴族文化自体が、いわゆる階級文化自体が我慢で成立してるんだよな。イギリスのパブとサロンっていうのがあるんだけどさ、一軒の酒屋があったら、半分真ん中で仕切られて、こちらがパブで、こちらがサロンなんだよ。で、パブっていうのは大衆が入るところで、サロンっていうのは、ブルジョアジーとかジェントルマンが入る。 ジェントルマンっていうのは何かっていうと実は会社を持ってる人という意味で経営者という意味でさレディーとジェントルメンというのは女性たちそして社長たちという意味であって別に身だしなみが立派な人とか態度がいい人のことをジェントルマンと言うんじゃなくてジェントリー階級というのは人を雇って働かせる人たちのことをジェント,ル階級ジェントリー階級って言ったんだけどもさて そういうふうな人らっていうのはネクタイ締めているわけじゃん。あれ何かというと我慢の象徴なんだよ。つまり私は裕福ですからこれぐらいの我慢ができますっていう不思議なド M 文化っていうのをイギリスは持ってんだ。<laughs> だよな。なのでイギリスのご飯が美味しくない理由もそこら辺じゃないかっていう風に言う人もいるんだ。家庭料理で家庭に入ったら美味しいのかって言ったらその配信のとこのエッセイ見たらわかるんだけどイギリスの家庭料理って本当にひどくて野菜を崩れるまで煮込んで,で適当な味をつけて食べるからなんかどん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  味音痴になっちゃうんだよ、ね、で金曜日にローストビーフ食べるんだけども土曜日はローストビーフの残り使った料理でその次の日はそれに残り使ったパイやってその次の日は残り使ったということでほとんど月曜からなんかこう木曜ぐらいまで同じメニューでやってて最後の時にちょっと魚が出てまたローストビーフとかローストポークがあって,てそんな料理らしいらしいというのも俺もねあのイギリスに YMCA で1週間ぐらい泊まったんだけど本当にすごかったから。<laughs> <laughs> 日本の飯のレベルが高すぎるんだけどね。やっぱ正直な話。日本に住んでたら世界中のご飯が、あーなんか食べにくくなっちゃうのはわかるよね。イギリス人がサラダ食べしたの20年ぐらい前からって、<laughs> すげえなんか情報も入ってるね。<laughs>